はい、というわけで皆さんこんにちは。こちらは JR 京都駅京都ステーションです。中央口と言われる場所なんですけど、向こう側には、京都の北側烏丸口ということでですね、たくさんの市バスなどが発着するバスターミナル京都駅、バス停の停留所があるんですけども、こちら側には京都タワーということで、今日は非常に天気がいいです。そして今日は12月の31日ということでですね、すごい帰省客がいるわけですよ。なんでこんな帰省客がいるねんという話なんですけども、やっぱり12月31日、土曜日ですので、その土曜日に、やっぱり金曜仕事終わりで昨日の夜から今日の昼夕方にかけてですね、たくさんの人が新幹線を利用してこの京都とかにねやってくる方が多いわけですよ。もちろん帰省客に限らずですね、普通に観光京都観光をしに来たという方々もですねたくさんいるわけなんですけども、今日はそんな帰省客たくさん、やってくるこの京都駅にですね、今日は JR 京都駅について見ていきましょう。12月31日最後の京都駅です。2022年ですね。無事にですね JR 京都駅の入場券を買うことができました。買うまで20分か30分ぐらい待ったかな。すごい人が多かったです。ということで切符の投入できる場所へ、京都駅です。今先入ったのが JR 西日本京都駅の、烏丸口または中央口と呼ばれる場所です。ここからですね橋上の上に登りまして西口という場面に、入るというところになります。こちらの上を登って人が多いですけど、進んで左側入るところが、進んで右側ですね入るところが、西口というふうになっています。今改札内にいますから、改札外でしたら進んで左側です。こちらが西口になります。西口が多分新幹線からの乗り換えまたは他のデパートなんかが多分行きやすいんで結構混むところだと思うんですよ。中央口よりも混むんじゃないかな。中央口はどちらかというと市バスを利用される方または高速バスを利用される方が使うイメージです。というわけでですね、今回は新幹線の方を見ていきましょう。新幹線が見どころですよ。今日は12月の31日13時24分切符買うのにね20分ぐらいかかったの。さて、行き先表を見てみるとですね、名古屋東京方面がのぞみ364号、その次光652号、これが新大阪まで行くしか行かないやつでしたっけ。でそこからですね、のぞみ366、108、372というふうにのぞみ12本ダイヤをフルに活用した12月31日特別ダイヤとなっております。新幹線の改札ホームに入ってきたんですけど、人混みの中をかき分けてきまして、階段はやっぱりこう人が少ないですけども、やっぱりスーツケースを持っている人がちらほらやっぱりいますね。ということで新幹線の改札入ってきまして、新大阪博多方面のホームです。年末年始12月の31日土曜日ということで、帰省客が多分最もピークになるんじゃないかなという感じです。次々に新幹線が入ってきたり、入ってきては出発し、入ってきては出発しを繰り返しております。左側に見えるのがのぞみ331号、この望み号、光号、くだま号が混在する中でのぞみ号が、ダントツでこの東海道新幹線運行本数は多いです。この JR 京都駅2面4線という2本の線路を使って、全ての列車が到着する駅にもかかわらず2つの線路を使ってのホームを有効活用するのには訳があります。先ほど進行方向左側に入ってきたこちらの新幹線のぞみ号ですが、どうしても駅のホームにいる間はですね、その後ろの列車というのはこの駅のホームに入ることができないんですね。その入らない時間というのを解消すべく2面4線にすることで、今見えるように左側の新幹線が出発していますけれども、この左側の新幹線のぞみ号が出発している隙にこちら右側のホームに入ってくるという、この同時に捌く力というのができるんですね。これによって乗り降りの時間をあんまり短縮せずとも、次々に電車を捌くことができる、そういう風になっています。こちらは N700 の、SK かな。これがのぞみ149号。のぞみ12本というのは1時間に12本ののぞみ号が東京駅を出発するというふうになっているのですが、そうですね、東京駅を12本1時間に出発するとなればこれはすごいことです。1時間に12本電車が発車する、それは5分に1本のぞみがやってくる、さらにこだま号、光号などが
混在するということで、1時間に1本または2時間に、1時間に1本または1時間に2本ほどですね、光号などがやってくるわけです。ということは本当にすごいですよね。さて右側に新幹線がやってきて、今左側の新幹線が出発していたところですけども、もう次左側13番線に電車が来るという風になっております。列車が来ますご注意くださいという風になっています。次は小玉号が来るようですね。こんなことになってんだな。画面見て右側のこちらの新幹線が出発していきます。のぞみ号、のぞみ149号かなの広島駅です。さては広島駅が出発していったな。乗車率的にはほぼ満席みたいな状況ですね。多分この京都まで来る過程で名古屋とかで降りた客もいると思いますが、さてこちら側もまたまた列車がやってきました。こちらがこだま715号 N700系で運転される13番線発新大阪行きです。この大きな16両編成、200メートル、約300メートル近くある長大編成をたった一人で運転し、決められた位置に素早く停車させるこの技術は本当に類いまれない才能と言ってもいいくらいすごいものと思います。さて右側14番線に到着しました。電車のぞみ151号博多行きです。途中新大阪、新神戸、岡山、広島、徳山、小倉、終点博多の順に停まっていきます。終点博多には16時47分の到着。その後多分この右側の電車が発車する頃に左側の電車到着する見込みとなっております。のぞみ151号博多駅がちょうど出発していきました。小さなお子さんとそのお父様がですね来られて写真を撮っていましたが、運転手さんバイバイって手振ってくれてました。僕も昔はあんなちっちゃい可愛らしい子だったと思うんですけどね。今や人生17年目にして新幹線や電車を追っかける高校生なのに、こんな電車を追っかけるような人になってしまいましたよ。まあ、別にこれも悪くはないというふうに自分は思ってるんですけど、まあ、そんなこんなですね。ということでですね、ここからですねテンポよくご紹介していけたらなと思っております。画面左側到着の電車はこちらのぞみ341号14時2分発の新大阪行きです。現在時刻は14時、新大阪には14時15分に到着する電車341号ということで、運転日は12月27日から31日間、1月の3日4日の運転です。今出発したのは14時2分発のぞみ341号新大阪駅です。13番線京都駅からの出発、京都駅14時2分に出まして、終点新大阪へは14時15分の到着。運転日は12月の27から31日、1月の3日4日の運転だそうです。 N700系での運転、すごい人が乗ってますね。先ほどの電車よりは人が乗っている印象。ただいま13番線に到着したのは14時6分着、14時7分にこの京都駅を出発する広島駅ののぞみ89号です。ただいま13番線から発車したこちらの電車、14時7分京都発、新大阪には14時21分、広島終点には15時48分に到着します。のぞみ89号広島駅でございます。 N700系での運転ということになっております。 N700 の一番古いタイプですね、今走っている中で。さて画面右側に到着したこちら14番線発、14時11分この京都を出ますのぞみ343号新大阪行きです。
ただいま14番線から発車したのは京都14時11分発新大阪、終点には14時24分の到着、東海道新幹線内走行のぞみ343号の新大阪行きです。運転日は12月の24日から28日から31日、1月の7日、2月の23日の運転ということです。 N700系の16両編成、新造された N700 系で運転されております。画面左側から出発しました。こちらの電車は京都駅14時13分発光641号の13番線発新大阪駅です。終点の新大阪には14時27分の到着。そして今左側の電車が出発したとともに、右側こちら14番線に到着した電車、こちらは京都駅14時16分発ののぞみ227号新大阪行きです。京都を出ると次は終点の新大阪に止まります。ということで画面右側14番線から発車します。こちらの電車はのぞみ227号の新大阪行き、東京から品川、新横浜、名古屋、京都、こちらに止まってきまして14時16分発新大阪行きというふうに発車してきました。終点の新大阪へは14時30分の到着。 N700A系の古いタイプ改造車の方です。ということでこちら画面左側に到着のこちらの新幹線はのぞみ31号博多駅です。14時21分にこちら京都駅到着しまして22分京都発博多まで向かいます。こちらは毎日毎日運転されるタイプの新幹線電車。さて画面見える方左側13番線から発車するのはのぞみ31号、14時22分にこの京都駅を出発します博多駅の新幹線電車です。京都駅22分発新大阪、途中の新大阪には14時36分38分発、終点の博多には17時6分の到着です。途中京都を出ますと新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉、そして終点の博多へと止まるようなルートです。こちらは毎日運転される列車。そしてそれと同時に右側に到着したのはこちら12月の29日から31日のみの運転、今日が最後の運転です。のぞみ153号博多駅です。さて画面右側から発車していったこちらの電車は14時25分発のぞみ153号博多行きです。こちら京都駅を14時25分に出発しまして新大阪、新神戸、岡山、広島、新山口、小倉、博多と止まっていきます。12月の29日から31日の運転、 N700系の大きな A 新造車で運転されております。左側13番線に到着の電車はのぞみ347号新大阪駅です。この京都駅は14時31分の発車、現在時刻は14時29分です。京都を出ると次の新大阪に停まります。こちらの運転日はかなり複雑でして12月の23、24、また26から1月の1日、7、13、14、19というふうにこまこまと運転されている電車です。さて14時31分発のぞみ347号新大阪行きがただいま左側13番線から発車していきました。京都駅を14時31分に出発し終点の新大阪、次の駅には14時45分の到着。こちら運転日がまちまちとしている電車です。それとほぼ同タイミングで右側14番線に列車が入線していきました。あちらはのぞみ155号京都から出まして次広島まで、列車行く電車です。運転日は12月の27日から1月の1日、そして1月の5日の運転、こちらも臨時列車となっております。現在はとっても
のぞみ12本ダイヤと呼ばれるようなものをフル活用しまして、3分または4分に1本のぞみ号が発車到着するようなダイヤとなっております。年末年始の帰省シーズンに、帰省ラッシュに対応した新幹線のダイヤとなっています。さて、右側から出発していく14番線発のぞみ155号広島駅は14時33分に京都駅を出発していきます。こちら N700 系の車両で運転されておりまして、京都を出ると新大阪、新神戸、姫路、岡山、広島の順に停まっていきます。広島へは16時16分の到着というふうになっておりまして、12月の27日から1月の1日、そして1月の5日の運転となっております。ちょうど今発車していきました。で、この発車していたのぞみ号が進んでいく中で、ちょうど左側13番線に到着できた電車、こちらが各駅停車タイプのこだま719号新大阪駅です。こちらは毎日運転されておりまして、終点新大阪に14時51分の到着の予定。はい、ということで、こだま719号新大阪駅はただいま京都駅を14時36分に出発し、終点の新大阪まで走っていきます。終点の新大阪には14時51分の到着、東京から各駅に停まってまいりました。東京、品川、新横浜、小田原、熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松、豊橋、三河安城、名古屋、伊波島、米原、そして当駅京都駅、終点の新大阪まであと1区間走っていきます。右側に到着の電車、こちら14時43分発光511号岡山駅というふうになっております。京都を14時43分に出発し、終点岡山は16時16分の到着です。さて、ただいま右側に到着したこちらが光511号の岡山駅、この右側に到着した電車より先に出発します。こちら左側に到着の13番線発14時41分発のぞみ351号新大阪駅です。こちらの電車は14時41分発京都を出発しまして、新大阪に14時54分に到着します。こちらの電車は12月28日から1月1日1月3日の運転となっております。先着した右側の光号より先に後から来たのぞみ号がこの京都駅で追い抜いていきます。こちら画面左側に見えています、こちらは14時41分に京都駅を出発しまして、新大阪まであと1区間を走ります。のぞみ351号の新大阪駅です。終点新大阪には14時54分の到着。こちらの電車は最新鋭の N700S 型シプリームで運転されております。さて、画面右側14番線から発車していくこちらの新幹線電車、14時43分に京都駅を出発しまして岡山で向かいます。光511号です。ここからは新大阪から各駅に停まりまして、京都、そして新大阪、新神戸、西明石、姫路、相生、岡山と停まっていきます。終点の岡山へは16時16分の到着、N700 系の大きな A、新造されたタイプで運転されております。さて、先ほどの光号が出発してから1分も経たず到着してきたこちらの電車はのぞみ33号の博多駅です。京都駅を14時46分に出ます。現在時刻は14時44分。さて、ちょうど今京都駅を出発していたこの電車、13番線出発の14時46分発のぞみ33号博多駅です。10席はほぼ満席と言っていいところ、8客も数人います。こちらの電車、京都を出発すると新大阪、新神戸、岡山、広島、新山口、小倉、博多と止まりまして、終点博多には17時30分の到着です。 N700 系の最新鋭 N100S 型で運転されております。ということで、ただいま13番線に到着の電車、こちらは京都を14時52分に出発しますのぞみ353号新大阪駅です。12月の28日から今日12月31日までの運転。ということで、画面左側13番線から出発していくこちらの電車はのぞみ353号の新大阪駅です。
京都を14時52分に出発しまして、次の終点新大阪には15時6分に到着します。12月の28日から31日までの運転ということで、今日で終わりです。こちらは N700系 最新鋭の S 型で運転されています。最近は増えましたね、こちらの電車も。乗車率はまあそこそこって感じです。指定席はだいたい満席に近い状態でしたね。ということで、京都駅右側14番線14時台一番最後の列車到着したのは、こちらのぞみ157号の博多行きです。こちらの電車は終点博多へは17時47分の到着、運転日は12月の25日クリスマスから1月の5日まで、そして1月の9日2月の26日の運転となっております。ということで、14番線からこちらのぞみ157号博多駅出発していきました。東京出て品川、新横浜、名古屋、京都と回りまして、次から新大阪から山陽新幹線内に入ります。山陽新幹線内は京都、新大阪を出て新神戸、岡山、広島、徳山、小倉、博多と止まっていきます。終点博多には17時47分の到着となります。こちらは N700 メジャー A 大きな A と書かれておりまして、新造されたタイプの車両です。そしてそれと同時にですね、まもなく13番線に電車が参ります。こちらは15時台の出発の電車となります。京都駅に15時ほぼちょうどに到着しまして、15時2分発京都の、京都を15時2分に出発するのぞみ357号新大阪駅です。ということで、京都駅ちょうど今15時ですが、15時に入線してきたこちらの電車が京都15時2分発終点新大阪に15時15分に到着する電車です。12月28日から1月4日のみの運転、のぞみ357号新大阪駅です。ということですね、こちらの電車をもちまして15時台が終わるという感じになります。現在ですね、ちょうど15時ちょうどになっております。本日はね、こちら新幹線ホームを1時間見ていきましたが、こちらですね、13番線と14番線をフルに活用してですね、のぞみ1時間に12本ダイヤというのが行われておりました。年末年始の帰省シーズン、こちらの対応したダイヤというのが設定されておりまして、自由席の1号車付近からでもたくさんのお客さんが乗り降りしている、スーツケースを持った方々が乗り降りしているというのを見ることができました。ということですね、本日もご視聴ありがとうございました。本日はですね、もうすぐに動画、帰ってですね、編集して動画上げようと思います。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。他の動画でお会いしましょうと言いましたが、車内に中ほどまでお入りください。直しております。皆さんに混雑状況をお伝えしておきますと、昨日の夜、金曜日ですね、金曜日の夜から本日の昼頃にかけてですね、かなりピークだったんじゃないかなと思っております。これが帰省ラッシュなんですけども、また帰省ラッシュの帰りのピークというのがありまして、こちら上り方面が非常に混むと思うんですけども、そちらはですね、また1月の2日というのが多分帰省ラッシュかなというふうに考えております。ということで、本日ご視聴ありがとうございました。これ見てみるとですね、もうほとんどのぞみ号ですよ。15時7分13分22分、右側11分16分25分30分の間に6本以上が電車来るというふうになっております。ということで、今回は12月31日、帰省ラッシュの大体ピークであろう期間、こちら JR 東海、京都駅、新大阪と前原にあります新幹線の駅、見てまいりました。どっちかというとね、向こう側の上り方面の方がね、自由席ね、立ち客が多かったなっていう印象を受けました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。